グリーンルートオレンジルート桜ルート1万人、達成記念品清洲足軽バスは、愛知県清洲市が、つばめ自動車に運行を委託している、コミュニティバスである。ハイエースの住人乗り仕様路線バス仮装した、定員9名2台と、日野、ポンチョ定員29名1台の、計3台で運行。それぞれ乗務員1名を差し引くため、オレンジルートグリーンルートの乗車定員は8名。 桜ルートは28名となっている。運営は市役所の企画制作課が行っているが、運行は名古屋市のつばめ自動車に業務委託されている。車両の所有者であるつばめ自動車が事業用登録しているので、車両登録番号は名古屋ナンバーとなっている。事業用自動車として登録されているため、当該車両の運行には車種に対応した第二種運転免許が必要になる。 当初より、オレンジルートとグリーンルートの2系統が運行されており、2007年4月9日からルートとダイヤが変更された。2009年10月1日から桜ルートが新設された。オレンジルートは1日6便、グリーンルート桜ルートは1日10便運行している。年末年始を除き、土休日も運行している。運行ダイヤに平日と土休日の区別はない。 利用者に制限を設けていないので、市民以外の利用も可能である。道路線は福祉バスではないため、乗務員による介護は法令で禁止されており、新商社等は介護者の付き添いが必要。校舎ブザーが設置されていないので、乗車時に目的地のバス停を乗務員に伝える必要がある。乗車料金は片道100円均一で、乗車時に料金箱に投入する。 前払い方式。大人と子供の区別はなく、障害者は利引等もないが、小学校入学前の未就学児は無料で乗車できる。マナコとかなどの IC カードは利用できない。ただし、未就学児童のみでの乗車はできない。必ず保護者の同伴が必要。2016年4月1日、1日乗車券を導入。販売価格は200円。バス車内でのみ販売。 この日をもって、乗り継ぎ券を廃止、暴風警報などの発令時、積雪時、災害発生時等のやむを得ない自由により、運行中止、または運行ルートの一部を変更する場合がある。ありがとうございます。